台風16号の影響で太平洋側の海上はあすから大しけとなる見込みで仙台管区気象台は高波に警戒するよう呼びかけています気象台によりますと大型で非常に強い台風16号はこのあと東の海上を北東へ進んでいく見込みです予想される最大瞬間風速は海上で30メートル波の高さは6メートルで 明日からあさってにかけてうねりを伴い大しけとなる見込みですけさ気仙沼市では台風に備えわかめの養殖で使う小型漁船を港に備え付けられたクレーンやフォークリフトを使って陸揚げする作業が行われました仙台管区気象台では高波による船舶や沿岸部の施設などへの被害に警戒するよう呼びかけています